お待ちしてました、プロデューサーさん今日はなんだか肌にツヤがありますね。順調、順調。いっぱい食べると健康になれると思いますから、今日もたっくさん試食してくださいね。さて、今日は劇場のみんなに手伝ってもらって、劇場の名物っぽいお弁当を作ってきましたよ一つは、ともかちゃんと共同開発した、その名も、ナモコプロライブ劇場金星 小ぶたちゃんのご奉仕弁当もう一つは、ユリコちゃんと共同開発した、その名も、ナムコプロライブ劇場名物読書のお供文学弁当個性的な仲間がいると助かりますね。どちらも自信作ですから、お好きなお弁当を選んでみてください、プロデューサーさん ちゃんと一緒に作ったお弁当がいいんですね。<laughs> プロデューサーさんに選んでもらえて、ともかちゃんも喜ぶだろうな。ご褒美ビシュバシュくれるかもしれませんね。さて、このお弁当は、すべての料理に豚肉を使っています。小豚ちゃんを食べちゃうなんてちょっと過激だけど、美味しく食べてあげるのも愛情だって、ともかちゃんが。 あ、そうそう、中に入ってる豚の生姜焼きは少し焦げちゃってるけど、一番のおすすめです。ともかちゃんが私の指導で一生懸命調理してくれたんですから。二人分の愛情がこもってますから、全部食べてくれないと困りますよ。ボリュームは二人分以上ありますけどね。<laughs> えこれは量が多すぎて、 劇場名物として売るのは難しいうーん、確かにそうですね。お肉をたくさん使うと原価が高くなるし、プロデューサーさん鋭いなーまあまあ、でももったいないですから、このお弁当はプロデューサーさんが食べちゃってください。劇場用のメニューはまた改めて明日考えてきますから、しっかり食べきってくださいね。 じゃあ、また明日のお弁当、お楽しみにー劇場で待ってますからね、プロデューサーさんゆりこちゃんと一緒に作ったお弁当がいいんですねさすが、お目が高い <laughs> 文学的なお弁当なんて想像もつかないでしょ、プロデューサーさん このお弁当は、ゆりこちゃんのアイディアで本を読みながらつまめる料理をたくさん入れたんですメインは、厚切りサンドイッチでーすあ、今プロデューサーさん、それなら軽く食べられそうって顔しましたね。えへへ、それはちょっと予想が甘いですよ。だって今回のサンドイッチの具材は、こってりトンカツからたっぷりマヨハムまでお腹にたまるものを私が厳選しましたから 重圧感も満足感も、てんこ盛りですそれと、ゆり子ちゃんが、どうせならロシア文学っぽい見た目にって言うから、箱もどっしり大きくて重いですよ中身も合わせると、10キロぐらいあるとは思いますえ、そんな持ち運び不便なお弁当が売れるとは思えない、ですか、うん 痛いところをつきますね、プロデューサーさん。実は私も、今朝、このお弁当を運ぶとき、台車を使ったんです。そこまで重たいお弁当っていうのは、さすがにちょっと無理があったかな。え <laughs> ごめんなさい。調子に乗りすぎました。反省します。えっと、もっといいメニューは明日考えてきますね。でも、 今日作ったお弁当も中身は美味しいので、よかったらプロデューサーさん、全部食べてくださいそれではまた明日、劇場で待ってますね、プロデューサーさん